なんで原稿を書いて未発表のまま死んだのかっていうと、おそらくおじさんを殺した犯人は隣の国の王家なんですね。1番、隣の国魔法使いが王国を作る。で、王子が魔法使いだから、まあ、王家が魔法、つまり魔法先進国です。ソフィーの国は魔法と科学で対抗した。さっき言ったみたいに進撃のマーレみたいな国なんですね。2番、ハウルの叔父、魔法書を書きかけて死ぬ。これがプロットで大事なところです。どういう意味かというとですね、これあのハウルのですね、この子供時代の家にタイムスリップしてソフィーが行くシーンの見た目です。見た目を見るとここに文鎮があって、で文鎮にハウルの城についてる砲台とかハウルが好きなものが基本的に全部あるんですね。だから僕最初これハウルの持ち物だと思ってたんですけど、年齢が合わない。ハウルはもうまだその時にですね10歳ぐらいの男の子なんですよ。ところが机の上書きかけの草稿って書いてる。草稿というのは何かというと、出版を予定しているけどもまだ出版されてない原稿のことを草稿っていうふうに言うんですね。つまりこれはハウルが言ってたように死んだ魔法使いのおじさんの遺品なんですよ。魔法使いのおじさんは何か魔法の本を書き書いて出版する前に死んだんですね。だから出版する前だから書いてた原稿が草稿ってやつです。なんで原稿を書いて未発表のまま死んだのかっていうと、おそらくおじさんを殺した犯人は隣の国の王家なんですね。理由は魔法を出版しようとしたからですね。魔法を文字にして出版しようとしたから、そういうことをさせると自分たちの国の優位性がなくなるから妨害工作として殺されたんだろうと。この結果ハウルっていうのは隣の国を憎むようになる。これ抑えないとダメなんですよ。ハウルって誰を憎んで誰と戦ってるのか分かんないんですね。ハウルってこう途中まで見てたらどっちの味方なのか分かんない。サリマン先生の敵なの味方なの、それとも隣の国の味方なのって言ってよく見ると誰彼構わず全部攻撃してるんですよ。あれは何でかっていうと、自分のおじさんを殺した隣の国も憎いし、自分を縛ろうとしてるサリマン先生も憎いというふうなことで、周り全部が敵になってる状態なんですね。で、それはこの時間軸でいうと、まずハウルのおじさんが魔法書を書きかけて死んでしまったという部分を押さえないとちょっと分かりにくいですね。